筆者のシルです。元木マサイ。そして宿も都会のリョウズノック。リョウズノック、多分ここにリョウズノックって出てる。いや申し訳ない、罰ゲーム中でズノックが入ってますけど、気にしないでも無理なんだけど。いやそうだね、気にしないでも無理。コラボなんですけども、うん、まあ東海オンエアさんのね、うん、コラボということで、リョウ君にうちっぽさみたいなのちょっと味わってもらいたい。おー、いいズノック。はい、テストプレイなんてしてないよっていうゲームがあるんですよ。このゲームの分かりやすいところは、勝ちますって書かれてるから、それに従えばいいだけ。テストプレイなんてしてないよ、これ黒って言います。一回これ僕ら実はやってるんですけど、はい、やりました。この中にスターカードって言って、通常カードよりもちょっと強いカードが入って、それを入れてやってみようかなと。いろんな勝ち方があるんで、ちょっとやっていきましょう。はい、ズノック、よし。僕から、まあ、元木亮君、マサイみたいな感じでこうやって回りましょう。もしかしたら不慣れかもしれないから、うん、ね、先にちょっと僕がプレイします。お願いします。お願いします。スターカードはもうこうやって裏面にスターがあります。黒始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ズノック。待って、亮君とマサイがめっちゃ強い。手札を確認してください。はい。はい、ズノック。皆さん今効果を理解する時間です。そうですね。よくわからんワード出てくるっすね。僕のターン、引きます。はい。これをプレイします。イエスかノー選んでください。おー、ちょっとせーの、ノー。今回敗北する方が決まります。もう過半数がイエスに投票していた場合は可決となります。だから今のは否決になりますね。否決の場合、ノーに投票した全てのプレイヤーが敗北します。うわ、どうだろう。はい、ということで、りょうくんだけ生き残って、マサイとモトキはボツです。おい、テストプレイなんてしてないよ、してないよ。そうだね。俺はりょうくん応援する。俺も応援する。ちなみに俺もりょうくんだからね。あ、俺もりょうくん。両同士の戦いだ。両対決。今ズノック、いくズノック。全員せーのでじゃんけんをすること。じゃんけんポイズノック。左隣のプレイヤーに勝ったプレイヤーはゲームに敗北するズノック。あれ、あ、あ、俺ズノック。よく敗北。いやうまいわシルク。運でな、じゃんけんにうまいもクソもないから。たった2ターンで優勝してくれ、大健闘。1回目のプレイ、僕の勝利です。はい、じゃあ2ゲーム目いきましょう。はい、次はじゃあ元木からスタートにしようか。はいよ、配ります。手札を確認してください。はい、じゃあ1枚引きますよ。はい、シュッ。まずはこのカードを使う。白弾。はい、白弾。自分の前にこのカードを置いて、もう一回俺の番を行う。場に4枚以上表向きで揃ったら、今生き残ってる人全員が勝利できます。ああ、すごい平和的解決。爆弾ってのがあるらしくて、ああ爆弾が合計5枚以上になったら全員負けます。ああ、そういうことね。はい、了解です、わかりました。俺はこのカードを使います。皆さん、イエスかノーか答えてください。あー、せーの、イエス。投票です。はい、過半数がイエスに投票していたなら可決です。なんで今回可決ですね。はい、あなたは敗北します。負けたんだか。お前負け、さっきとちょっと違うんだ。え、今回使った投票はこれです。負けた。じゃありょうくんお願いします。はい、引くズノック。はい、白弾。おっ、え、2枚目の白弾ズノック。おお、白弾。待って、やばいやばい。誰かどっちかが白弾引いたら俺ら全員勝ちズノック。全員勝ちか。で、お前だけ俺だけ。なんで。あ、でもこれまた俺のターンズノック。そうそうだね、そうだ。戦略的決闘。他のプレイヤー1人に決闘を挑むズノック。まずあなたの手札を1枚表にするズノック。その後相手も同じようにするズノック。最後の部分はまだ見せないズノック。引いていいか。じゃあこれ引こうか。一番上のカード引いちゃっていいや。うん、マサイに挑むズノック。俺に挑む。俺はこのカードを見せます。はい、私はこちら。それぞれのカードのタイトルに含まれる文字数を数える。マサイ勝利だから3文字。3文字だね。ダブル前撃攻撃11数。うんうん。で、少ない方のプレイヤーは敗北する。はい、おー、最後負けです。あなたの文字数が2倍以上ならあなたは勝利する。負けズノック。ふざけてる。うわ、マジか。2戦目はりょうくんの勝利です。はい、おめでとうございます。
じゃあ3戦目に移ります。じゃあ手札を確認してください。はい、ジノック最初のプレイはりょうくんですね。はい、ジノック色選び。左と左のプレイヤーから時計回りに全員色を一つ選ばなくてはならない。ジノック黄色、赤、ピンク。はい、赤、緑、青と紫っぽい色すべてを選んだプレイヤーは敗北するぞ。ふざけてんだけど。まただよ。敗北、敗北でーす。はい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 。引きます。こちらをプレイします。はい、ダブル電撃攻撃。他のプレイヤー1人の前にこのカードを置く。手番終了時にこのカードが自分の前に置かれていた場合、そのプレイヤーは電撃に打たれて敗北する。何らかの理由でそのプレイヤーがゲームに残った場合、やはり敗北する。だから死ぬってカードですね。死ぬ。そう。何それ。一周したいんだよね。いや、りょうくんに置いてみようかなと。お客さんをぶっ殺す。元キロタ。よし、スターカードじゃん。引きます。はい、最強だ。I lose。 このカードは他のプレイヤーの手番であろうといつでもプレイできる。携帯電話や未来の携帯電話に当たるものを持っているプレイヤーは敗北する。スマートフォンズなくな。持ってますね。まあ、アップルウォッチだな。アップルウォッチだ。お前出たんだよ。おーすげー。なんでねえの。持ってないよ。今回は俺の勝ちだ。おまけにコメントが書いてある。さ、たった今負けたってツイートしよう。負けたからいっぱい自由な時間があるからね。だ、くそ腹立つ。うるせえな。めちゃくちゃうざずノック。うざずノック。ツイートするぞ。ツイートしよう。はい、あ、ちゃんとツイートしました。負けた、はい、同じくツイートしたずノック。はい、した。いや、結構バランスよく勝ってるな。ね、すごいいい感じだね。では4ゲーム目入ります。手札を確認してください。はい、引きます。元から持ってるカード以上にやべえのが来たんだが。そんなときに、ただ今日どうだったっけ。俺それ知ってるわ。知ってる。俺それ知ってる。さっき見読んだわ。ちょっと出かけてねえな。ああ、わかった。勝利。このカードをプレイしたならあなたは勝利する。ただし外で雨か雪が降っているなら。ちょっと見てきます。今チェックだね。天気予報は本当に際どいぞ。見てきました。朝チェック。バチコリ曇りです。おぉ、曇りザック勝利を逃しただけ。うん、わかりました。はい、じゃあ僕のターンいきます。じゃあこれ使います。うん、スターカード使います。つく。うわ、あげます。また僕のターンがきます。それだけ。わかんない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 。今いいプレゼントもらったズノック。はい、あ、人を次つけますだね。ありがとうズノック。もう一旦とか引けるんじゃないかズノック。そっか、そうだな。じゃあ引こうか。引きまーす。いきます。全員せーので1本から5本までの指を立てること。出たよ。わー、ずい。せーの。はい、よし。これはどっちが。俺これ知ってる。指の数が他のプレイヤーと同じプレイヤーがいなければあなたは勝利です。いたので僕の勝ちはなくなります。危ねえ。すごい。はい、ということで僕のターン終了です。つく。はい、ありがとうございます。いきます。勝利。はい、勝利。このカードをプレイしたならあなたは勝利する。ただし他のプレイヤー3人がポイントを持っているなら。あ、ポイント持ってる。じゃあみんなが持ってるってことだよね、要するに。あ、なんだよ。俺が騙された。あ、くそ、なんだこれ。そう、ポイントも選んないんでしょ。あ、そっか、プレイしちゃったから。そう、プレイしたから。だからこのゲーム難しいよ。りょうくんの番で。はい、使わない手はないから。好き。つくずの。もう一枚引くずの。じゃあ好き。はい、得しかないじゃん。色選び。選んでください。なんだろう。青だよ。青、金とピンク。虹にない色を選んだプレイヤーは敗北するぞ。お前だから。さすがに。やったー。シルクとモトキが敗北です。はい、ズノック。はい、はい。引きます。食べてるズノック。プレイします。うん、隕石。他のプレイヤー1人の前にこのカードを置く。手番終了時にこのカードが自分の前に置かれていた場合、そのプレイヤーの頭に隕石が落ちてくる。運の良いことに隕石がすごく大きいので左か右のプレイヤー一人の頭にも命中する。二人とも敗北する。それはりょうくんの前に置くんでしょう。そういうことです。あ、そういうこと。そういうこと。え、
一緒に負けたいんだ。そういうこと。何やってるっすね。わかる。勝利しても面白くないのよ。みんなで負けようと。みんなで負けよう。俺行かれてるっす。ああ。この一手でリョウ君が勝たないと二人とも敗北で全員負けない。負けよう。グズノック。白檀ズノック。おお出た。え。ヒグズノック。白檀ズノック。嘘。なんかまずい気がするぞ。ヒグズノック。これ4枚揃ったら勝ちのやつだ。白檀。ああ。嘘。リーチ。白檀。2人とも勝利ズノック。おお、2人とも勝った。2人とも勝ちズノック。2人とも負けを選んだやつと2人とも勝ちを選んだ人、器が違います。ちょっと人間性の違いが。ゲームはズノック、まさいくんとりょうくんが勝利です。おめでとうございます。最終戦に移りたいと思います。はい、はい、一周回ったんで僕です。わかりました。手札を確認してください。はい、ドロー。四つ葉のクローバー。カードを3枚引きます。うわすごい、強っ。あとはもう運に任せます。引きます。白檀、うん、おお平和的にこのカードを使います。音選びのゴーフィッシュ。は、音選びのゴーフィッシュ。50音の中からあいうえお以外を1つ選びます。じゃあのにしましょう。で、他のプレイヤー1人の手札をランダムに1枚表向きにします。そのカードのタイトルに選んだ音が1つあるごとにプレイヤー1人を指名して敗北させます。やばっ。ちょっとシルク枚数多いし気になるよな。真ん中、はい、いきます。シルクの持ってたカードはこれです。投票。へぇ。音が一つも合っていないなら代わりにあなたが敗北します。負けだ。負けだ負けだ。じゃあよく月月あーヒクズノックダブル電撃攻撃。やられたやられた。残酷だ。次のシルクが勝てなければシルクは負けですから。ちょっと待って待って待って、次のターンで俺が勝利するしかないと思って、うん、よ。引きます。こちらはプレイします。白檀置きます。はい、使います。ケーキかしか選べ。とこ時計回りです。ケーキ。ケーキ続同数だった場合全員がケーキをもらう。おお、違うね。かっこ嘘だよ。そこまでも含まれてる。ズノックかよ。ズノックだね。ズノック。俺のターンだ。そうそうです。ドロ。月。なんで俺来れんだよ。ネトゲのガラクタ。ほう、つまり、どっちつかずのアイテムということ。自分の前にこのカードを置き、0.14 ポイントを得る。ただし、あなたがネトゲのランダムアイテム、カブトムシの触覚をもらって使い道を思いつかない場合の話。もし思いつくなら8ポイントを得る。触覚を100本集めて動画にして100万再生を狙います。うん、おー、いいじゃん。これで8ポイント得ました。終わりです。負けました。おい、やめろやめろってば。ああ、やりやがった。お前半径40メートル以内のクマを全部アクティブにしちまったぞ。これだけ読みたくない。やれやれ。ヒグズノックね、好き。決定論者。いやいや、ちょっとね、カードを1枚言います。ヒグズノックで、あなたは次のターンこのカードを使わないといけないです。絶対絶対です。強い。引きます。で、見ますね。こちらを使います、はい、勝利。不発っすね。そうそうだ。ヒグズノック。備蓄。備蓄。自分の前にこのカードを置くズノック。このカードはいつでも手札1枚に3ポイントの価値がある。今11ポイントになったズノック。あー強い。引きます。色選び。おお。黄色。虹な色選んだプレイヤーは敗北する。リョウ君は虹にあったのでセーフ。はい、おー、はい、とりあえず逃れました。はい、逃れました、ね、ちゃんと戦ってんの。いいなー。グズノック。はいはい。今までこの長期戦見たことないないよね。でも世界大会なんじゃないの。そうね。そのぐらいすごいわ。クソカードしかないですね。使わずに色選び。で、黄色ですよ。黄色ですね。はい。誰かと同じ色を選んだプレイヤーは敗北する。ズノック。そもそもがそういう色選びもあるのね。そうね。怖いですね。いきます。白檀。おお。一枚ズノック。お。あ、そう。はい。好き。好き。
はい。え？よし。はい。あげます。え？すごい。あれ？あれ？ちょっと待って。あ、二枚手札いったんで。あれ引かしちゃったの？俺今。備蓄の効果が。あ、そう。備蓄で一枚につき3ポイント。三四十二、17ポイントを保有しました。つのく。ヨウくんの勝利です。やったー！遊ぶ？そこで。あの備蓄を存在忘れてた。売れみじゃん。バカすぎる。こんなダセい終わり方。でも白弾引いてたんだ。なんで？バカすぎる。俺一枚ついてから見ればだったんだ。そうだね。そうだった。ギリ負けてなかった。皆さん欲張ると人間こうなります。またお会いしましょう。バイバーイ。コメント欄でつつかれると思います。動画見てくれてありがとう。ツイッターやセカンダリーをぜひフォローして見てね。いろんな活動をしてますので、チャンネル登録よろしく。せーの、あー。